三菱パワー株式会社は横浜市西区に本社を置く三菱重工業グループの一社三菱重工業と日立製作所は2012年7月より火力発電所のインフラ事業の統合に関する交渉を行っていたが同年12月に2014年1月をめどに統合することを発表したその後2013年6月に統合に関する契約を締結 2014年2月1日付で、それぞれの事業と統合の上、三菱日立パワーシステムズ株式会社を設立させた。事業統合の背景には、東日本大震災の原発事故をきっかけとした原発の稼働停止により、この事業の主要顧客であった電力会社の経営が苦しくなったことのほか、大型のガスタービンの生産を得意とする三菱重工途中、 小型のガスタービンの生産を得意とする人たちが一つになることでコストを下げこの分野のライバル企業であるゼネラルエレクトリックやシーメンスと渡り合えるようにすることが挙げられている2019年12月18日日立製作所が所有する全株式を三菱重工業へ譲渡すると発表2020年9月1日に三菱重工業の完全子会社となり社名を 三菱パー株式会社に変更した。なお、当初は同年春頃の実施を予定していたが、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、各国の独占禁止法当局の審査が滞ったため、遅れが生じた。発電システム事業を行っており、蒸気タービンや大型ボイラーを製造している。旧日たちの事業所では、蒸気タービンに特に実績があり、重工業の分野では、 タービンの日立とも呼ばれる。同社がタイで受注した火力発電所の建設事業に関連して、同社の元取締役ら3人が、現地の公務員に約3900万円の賄賂を渡していたとして、2018年7月20日に、不正競争防止法違反で、東京地方検察庁特別捜査部に在宅起訴された。同社は、この件では、同年6月から、 日本国内で導入が開始された司法取引に初の合意をしており、法人としての同社は不寄礎となった。元執行役員ら二人に執行猶予付きの懲役刑を2019年3月1日に東京地方裁判所で言い渡された。元取締役も地裁では元執行役員らとの共謀が認定され、執行猶予付きの懲役刑を言い渡されたが、 二審の東京高等裁判所では、被告が現金供与を了承したとする部下の証言は、信用できないとして一審判決を破棄し、法助の罪で罰金250万円を言い渡された。検察、被告人双方が最高裁判所に上告し、係争中である。ありがとうございます。